はい、基本一人です。いつもありがとうございます。朝の8時です。今日母親はデイサービスに出かけます。これお茶でいい。朝ごはん最初に梨でも食べるけ。ちょっと ある?うん、最後の半分があるで。ああ、ほんとだ。もらった、うん、いただきました。知り合いの方から、うん、ありがとうございました。で、一個隣のおじさんにあげた。あ、そう。うん、いつもあのね、おばさんがケーキとか作ってくれるもんね、うん、先に食べるかね、食前に、うん、今から剥くで。私剥くよ。じゃあ剥きな。でも包丁でちょっとでも手切ると大変だに。じゃあ剥いて、うん、剥けるけ。剥けるよ。時間かかるけどね。さっきと違って足が今度ね、うん、ドシーンと重みが入っちゃってる。痛いわけ？重み。ズーンとするっていうか。ズルクーンとそう。じゃあ足が痛いわけだ。うん。ね。治ろうとしてるもんで痛いっていう感じがあるね。うん。全く治らんような見込みないんだったら痛くないもんね。そうかね。だって痛くなかったじゃん。小指がポロッと取れた時。うん。ここはもう、神経も完全に死んじゃってて痛かないっつって、うん、先生言ってたじゃん。それぐらいもうどうしようもないとこまで行っちゃったわけ。痛いっちゅうことは治ってるだよ。ちょっとでも希望がある。それで朝の痛みと違ってずしーんと重みが入ってヒリヒリ、ヒリヒリしてる。一応、剥くとこ見る？うまくないけど、これ。一応剥けるら。これ危ないな。あんまり剥いたことないだな、最近。どうぞ、お刺身剥くわ。ね、行く？うん。指気をつけてよ。怪我すると治りにくいだで。ね。気をつけてくださいね。うん。あ、気をつけてよ。お皿用意するでね。子供の頃よく剥いてもらって食べたね、そういや、リンゴとか。うん。ね。俺はリンゴの皮はね、あんまり気にならんけどね。やっちゃん剥いてくれっちゅうら。しげちゃんか剥いてくれっていうの。うん。しげちゃんがリンゴの皮あんまり好きじゃないから。よく剥いてやったもんで食べんだな、あれ。小学校の給食でリンゴの皮剥かないもんでね。芯は取ってくれるけど。そうそうそう。そいつね。うん。気をつけてよ、指。指怪我すると治らない人だで。はい。はい、全部、どうぞ。全部食べてください、朝。梨食べれん。歯がうかでも食べれるら、美味しいで。頑張って食べたくなるぐらい美味しいじゃない？ね、大丈夫です。おかかぐらい、あとおかかを作るぐらい。おかかか、
味噌汁とおかかと冷ややっこと納豆と卵かけご飯どれがいい？納豆にする、うん、納豆と納豆でいい、あと味付け海苔。納豆でいい。味付け海苔はいい？いらない？うん、納豆でいい。これ食べたんでね。はい。はい、これでいい？うん。あと味噌汁が出ます。白菜の味噌汁が。ちょっと横向いてるでこっち向ける？正面。うん、今日書道教室があるで、うん、これもね、うんうん、筆も用意するで、うん、朝が一番クソにいっぱいあるな、ね、うん、それでも減ったね、あ、でもあるか、ね、これだけある。これだけあります。こんなん飲みにくい。これ食べて。ああ。食べれん？うん。これ先飲んじゃったから、うん、これ一番飲みにくいだろ、粉で、はい、粉苦い、苦い。さあ、痛み止めも飲んだから、うん、頑張ってデイサービス行ってください。はい、9月23日月曜日祭日ですね、お昼前です、お昼ご飯を、一人で作ってね、食べようと思います。ということで今回作るのはね、野菜具沢山のコンソメスープと、ひじきの煮物ですね、両方ともね、多めに作ってですね、夜は母親帰ってきますんでね、夜も、野菜いっぱいの、おかずということで、やっていきたいと思います。はい、やっていきます。アサリですね、冷凍のむきアサリを、入れてきます。じゃあまず人参からかな、これぐらいで。これだけ入れていきましょう。ちょっと少ないかな、人参。もうちょっと入れよう。はい。人参の次は玉ねぎですね。はい、玉ねぎを入れていきます。適当に
切っていきます。はい、キャベツを入れます。肉団子半分にしておきますか。はい、はい、全部入れちゃった。コンソメスープを入れます。1杯、2杯、3杯ってとこかな。塩をね、一つまみ入れます。そうですね、まあ一応5分ぐらい煮ますか。僕の場合はね、後でニンニクをちょっとた入れますね、チューブでね。はい、これで出来上がりです。あまりね、あの油っぽくしてないんでね、あっさりした味でいいですね。これいろいろコンソメスープ作って、試してね、こちらにたどり着いたって感じかな。はい、野菜具沢山のコンソメスープ終わりましたね。次はひじきですね。僕はね、包丁はね、あの下手くそなんですけどね、包丁で手を怪我はしませんね、なぜかね、不思議と。そんなこと言ってると怪我しちゃう可能性があるんで、もう大丈夫です。椎茸ですね、最後ちょっと絞ってね、椎茸のね、汁、出汁使います。さあ、ひじきをやっていきましょう。まずは人参を入れてきますね。一番硬いやつをね。はい、これにひじきを入れていきましょう。小学生の頃ね、ひじきのね、煮物好きでしたね。あの、給食で出たんですね。家よりもね。さあ、これに、何を入れましょう。よし。椎茸と、茹で大豆ですね。冷凍のね。これ入れていきましょう。これに油揚げを入れて、はい、これに、出汁ですね、椎茸の、これを入れていきます。そして本だしですね、顆粒だしを入れていきます。かな、これぐらいで。みりんを入れます。全部入れちゃえ、みりん。はい、お酒を入れます。はい、醤油ですね、醤油を入れてきます。これでいいかな。はい、これぐらいにしときますか。どんな味か。うん。もうちょっと砂糖入れてもいいかもしれない。醤油もちょっと加えます。
これでちょっと弱火にして煮込みますかね。蓋をしてね。はい。はい、できましたね。はい。はい、それではいただきます。さあ、冷ややっこよりもまずはひじきの味ですね。コンソメも、もう何回も作ってるんでね、ひじきもコンソメもね、安心の味になりました。いつも同じ味でできるようになりましたね。ひじきもうちょっと味が濃くてもいいぐらい。どうしてもね、糖尿の人がいるとね、味をこう、薄めにね、したいっていう意識がね、働きますね。もうちょっと濃くてもいいな。まあ、こんなもんかな。十分美味しい。ひじきもね、海藻とか、野菜とか大豆とかね、椎茸とか、こちらも野菜具沢山で、アサリが入ってたり、栄養がね、素晴らしいですね。母親ですけどね、4度目の手術やってですね、次の日に退院して、退院した日はね、ちょっと元気なかったんですね、寝てばっかで。次の日からほぼ正常に戻ったかな、いつも通りに戻りました。なんとか、元気でやっております。ちょっとね、手術をしてね、血行が良くなった分ね、左足の先の方の痛みですね、なんか痛みがなんか結構ズキズキ痛むらしいですね。でも血行が良くなった証拠じゃないかなと思います。なんでそう思うかっていうとね、母親の足を触るとですね、以前は冷たかったんですね、特に左足がね。それがね、右足と同じぐらいの温度になってね、暖かくなって、なんか血行が良くなったなっていうのを実感します。で、なんかズキズキ痛むらしいです。以前はなかったですね、そんなことも。あとね、知り合いの方ですね。まあ、糖尿病ということでね、僕の YouTube 見てくれてるんですね。母親のこともよく知ってる人で。まあ、動画でよく知ってるという方でね。ご飯もうちょっと少なくした方がいいんじゃないですかっていうね、意見もありましたね。糖質を減らすと、極力減らすとね、糖尿病は改善するっていう、らしいですね。で、まあご飯ね、極端な話、ご飯やめちゃうとかね。その分ね、満腹感が得られないんでね、なんかちょっとおからとかね、何て言うんだろう、糖質じゃないものでお腹を膨らませる。
おからだったり、まあ、野菜をいっぱい食べるとかね、食物繊維の多い野菜をいっぱい、食べてね、お腹を膨らましちゃったらどうですかっていう感じだと思うんですけどね。母親ね、ご飯好きなんですね。ご飯はちょっとね、やめられそうにないんでね、その辺まではちょっとできないなって感じですね。まあ、今ぐらいがいいかなと思ってます。おやつもね、ある程度制限して、3時だけということにしてますしね。うん。病院のね、栄養士の方がね、糖尿病の方の栄養指導ということでね、いろいろご指導をいただきましてね、その方はね、茶碗1回、食事1回にね、140g まで食べていいということでね、140g って言うとね、茶碗軽く1杯なんですね。それぐらい食べていいよっていう感じらしいですね。だけど割となんて言うんだろうな、糖質をなるべく減らして糖尿病を劇的に治そうというね、 YouTube チャンネルみたいな感じのところ見たらね、ご飯はとにかくなるべく食べないでやりましょうみたいな感じで言われてるとこもあるからね、いろいろね意見があるみたいですね。はい、ごちそうさまでした。最後まで見ていただきましてありがとうございました。基本一人でした。